草貝様。さあこちらへ、五作の伝承を語りましょう。五作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の五作なる百姓、もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、かばねの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は五作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、五作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、五作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、五作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、五作は不可思議にも意図静かなる心地して、五作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の付き仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、五作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、五作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。逃がしてやる。村の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。五作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。待たせてしまったな。猛虎に殺されるかと思いましたよ。奴ら五作様の鎧を探し取りました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。五作の鎧必ずや守ってみせよう。待たせてしまったな。命の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。五作の鎧を見たことは。まさか。滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。お願い、助けて。逃がしてやる。あなた様が五作様に見えました。どうぞこの鍵を。五作様もお喜びくださいます。
待たせてしまったな。御作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。おい、アルボー。作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。酒井様、こっちだ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。
菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。五人を討てと、居所は？豊玉のあちこちにおります。居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ。お気をつけて。龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。かけろ、ノブ。待っておったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者の菅笠衆、死で贖うがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。城育ちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
さらば、浪人。お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。待ちを構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたせ。来世では誠の武人となれ。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。無もたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。
早く来れば誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？に詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。麦谷の奉仕なれば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしはすべて倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。酒井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。この人を切ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。